たくさん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まるまるもりもりプロテインを頼みたいね。もりもりだからってことですか。ねえ、もりもりだからね、食べようね。ありがとうございます。はい、質問いきます。はいよ。たくさんが思う今年ファイターズでブレイクしそうな選手、野手編お願いします。野手ね。はい、まあ、今年いっぱいそうだけれども、はい、この間投手やったんで、この間ピッチャー3人聞いたんで、野手も3人聞いていいですか。野手も3人ね。はい、 OK。3人お願いします。はい、3人頑張ってラバーいっぱいいるけども、今回もですね、柿さんも言うんですけど、皆さんが思うブレイクする選手もぜひコメント欄に書いてほしいです。あ、書いてほしいね。はい、3人3人書き、3人書いてほしい。今年活躍する野手、はい、みんなの予想もね、一緒にこう楽しみたいんで、そうです。ぜひコメント書いてください。はい、いや今年多いですもんね。本当に今年は多いと思うよ。野手の方が難しそうだと、まあ困るけども、まあ3人だけ、はい、選ばせていただくわ。じゃあ1人目お願いします。1人目、はい、生なんだらんま、生だ奈良間選手、ブレイクしますか。ブレイクしてほしいね。若いしさ、はい、で元気あるしさ、はい、プレーがね、気持ちいいよね。プレースタイルがもう泥臭くね、プレーするから。でやっぱ持ってるものもね、すごいんだよ。バッティングもいいし、はい、守備も今すごい頑張ってるしね。うん、セカンドとショートどっちですか。いやー、現状はセカンドの方が向いてるのかな、いいのかなと思って、ね。なんでそこ向いてるんですか。まあ、やっぱ守備力の部分で、はい、ショートの方がね、はい、こう守備範囲が広かったり、はい、打球飛んでくるのがね、多いのかなって思ったり、はいはい、ショートの方がやっぱ難しいというか、うんうん、で現状はセカンドなのかなと思うけど、やっぱ今どんどん練習して、はい、上手くなってるんで、はい、最終的にはショートに行ってほしいなと。やっぱり今はバッティングの方ですか、うん、期待してる。そう、今バッティングの方だね。うん、あと足もあるしね。はい、何がいいですか、奈良間選手は。奈良間選手はね、まあバッティングがいいんだけど、思い切りの良さだよね。まっすぐも変化球もね、しっかり振れるところ、結構ね、ついていけるんだよね。あ、変化球にも、はい、うん、それがね、去年からちょっとずつこう確率が上がってきてるから、はい、今年はね、ファイターズの元気印になってほしいなと。小柄ですけどパンチ力ありますもんね。そう、パンチ力あるね。ほんと体全身を使ってプレーしてる姿、はい、あれが見ててやっぱワクワクするんだよね。メジャーのアルトゥーベみたいな。あ、もうそうアルトゥーベよ。で、ほんとでも小柄でね、はい、ホームランも打てるし、はい、俊敏性もあるし、うん、だからね、使いたいし育てたいなと、うん、個人的には。じゃあ成績を予想してください。成績、はい、2割、はい、6分8厘。おお、刻みますね。でも今ピッチャーのレベルが高くなってきてさ。そうですね、打率がすごい下がってきて。そうですね、だって3割打者が何、もう2人じゃなかった。2人ぐらいだよね、去年は。そう、やっぱね、相当ピッチャーのレベルが高くなってきてるね。だから2割6分ぐらいだと結構、確かに結構打ってる方になるのかなと。はい、いや、打ってくれたらファイターズ順位上がりそうですね。いや、順位上がるよね。はい、もう二遊間の今争いすごい熾烈だけど、ね、見てて楽しいですね。こう持たれもがね、このブレイクするような選手でね、はい、すごい悩んだけども、はい、奈良間選手、はい、はい、期待してます。ありがとうございます。はい、2人目お願いします。2人目、タミヤ選手。あ、タミヤユア選手。タミヤユア選手、キャッチャーももうすごいじゃない。多すぎます。多すぎでしょ、はい、8人9人ぐらいいるでしょ。そうですね。いや、もう押しくらまんじゅう状態。確かに。この前ね、スタメン予想した伏見選手、はい、開幕は伏見選手、ね、開幕する選手を予想してたんだけどね、はい、ああいうベテランがね、いていいキャッチャーもいっぱいいるんだけれども、やっぱ去年の最後、こうタミヤ選手のね、目立ってましたね。もうアピールすごかったじゃないですか、はい、肩ってやっぱ強いよね。ユアビームって言われて、ユアビームだよ。セクシービーム以来のユアビームが出てるわけ。なるほど。本当はもうセクシービームは知らなかったんだから、今までは。そうですよ、ね、今はもう新しい言葉、ユアビームって出てる。そうですね、全然意味は違いますけどね。いや、そうよ。で、足速いでしょ。速いです。キャッチャースキルもあるし、はい、でバッティング良くなってきてるでしょ、はい、これ魅力じゃない。そうですね。そう、タミヤ選手がね、こう試合に出てくるようになると、また攻撃力もね、プラスされていくんじゃないかなと、はい、顔も人気出そうですよね。いや、タミヤの顔、野球選手、あれ童顔で、童顔でさ、髪なびかせてさ、はいはい、カスケードみたいな、いや、ちょっとわかんない、あのマキバオのライバル、カスケードみたいな髪してるでしょ。この黒い馬みたいな。あれもうだって選ばれてるでしょ、その女性人気みたいな。昔はやってましたよね。昔やってたよ、谷口優也、はい、
西川春樹、石川慎吾ね、はい、あの辺り松本どうこそうか。そうですよね。今全然聞かないじゃない。そうですね、イケメン多いですけどね。それやろうかここでここで、うん、勝手にやりますか。勝手に人気投票ランキングやろうよまあそんなことで野球ですよ。はいはい、ね、まあ、タミヤ伊賀選手、はい、もう今年はブレイク期待してるんで。一番の魅力は肩ですか。一番の魅力はもうね、肩。やっぱキャッチャーなのに足速い、はい、まあ、いるけど、あそこまで足速いのあんまりいないんじゃないかな。いないですね。そう、今のファイターズって機動力必要だと思ったんですよね、はいはい、去年から見ると、はい、ここが魅力かなと。なんかリードって特徴ありますか。タミヤ選手のリード確かに特徴あるんだから、そこまでちょっと配球面ではまだ見たことないんだけど、ちょっとそこも調べておきます。わかりました、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ2人目はタミヤ伊和選手ですね。タミヤ伊和選手、じゃあ最後、はい、3人目お願いします。最後、あーちょっともうほんといっぱいって悩むんだけど、はい、セイイエス、チャゲ&レイエス。チャゲ&レイエス。チャゲ&レイエス。あー、レイエス選手ですね。レイエス選手はもう期待してますよ。もう評価爆上がりしてますよ。上がってるでしょ、やっぱり、はい、ちょっとワクワクしますよね。どこにワクワクするポイントがありますか。あのね、もちろんホームラン打てってパワーがすごいあるバッターなんだけど、はい、変化球の対応がね、いいのよそうですよね。そうだって想像できないじゃない、はい、あんな体でっかくてガンガンガタイ良くて、はい、でホームラン打つようなバッターが追い込まれてから合わせてライト前に打つすごいのよ。もちろんホームランバッターとしても打線にいてくれて助かるけど、はい、つなぎのバッティングもケースに応じてはできそうなの。これができると打線がどんどんつながってきそうな気がして、ちょっと期待してるんだよね。この間開幕予想した時に確か18本とかって言ってたじゃないですか、ホームラン予想。ホームラン予想18本。今は変わりました。もしかしたらもうちょいいっちゃうんじゃないの。24本6本増えましたね、24本24分ぐらい、まあ、去年のパ・リーグのホームラン王ってそれぐらいでしたね。そう、25本の6本だよね。そうですね。そうだ、そんくらいいくんじゃないかなと。厚み出ますね、万波選手いて。いや、厚み出るよ、レイエス選手いたら。しかもね、レイエス選手自身がね、はい、僕はホームランバッターではないって言ってたのかな。あ、言ってましたね。でパワーがあるバッターだ。そうですね。って言ってたのね。いや、そういう考え方の選手なんだと思って。確かに。だから、もう単純に自分が打ちたい打ちたいじゃないっていう、はい、だから本当にケースに応じてバッティングしてくれるんじゃないかと。それができるね、選手だっていうふうに思ったからね、ここめちゃくちゃ期待してます、うん、レイエス選手ってどこで出ると思います。いや、現状 DH で出ると思ってるんだけど、でもこの前ファーストのね、守備練習でファースト守ってたんだよね、はい、バントシフトのチャージがね、はい、すごいダッシュしてたそうなんですね。そう、陸上の 100m 選手みたいな感じですごかったよ。こういう動きもできるんだと。そうなってくるとファースト争いもすごいですからね、今。いや、そうで、郡司選手もいて、はい、でマルティネス選手もいるわけでしょ。そうですよね。ね、そうなってくるとちょっと層がね、もうミルフィーユみたいになってきてるよ。そう、そうですか、ね、そうね、レイエスいて、マルちゃんいて、郡司選手いて、ね、そうですね、すごくなってきたよ。いや、楽しみすぎますね。ね、久々にワクワクする助っ人選手じゃないですか。そうです ね、確かに。いや、楽しみ、楽しみですね。楽しみはどんなバッティング見せてくれるのか。はい、はい、じゃあ3人、3人言ってくれましたけど、はい、1人目が奈良間選手、奈良間選手、2人目がタミヤ伊和選手、タミヤ伊和選手、3人目がレイエス、レイエス、レイエス。本当は持っていますよね。本当は持っているもういっぱいいるよな、野手。野村選手もね、あ、言いたかったんです。言いたかったけど3人と言われちゃったから、はい、どうしてもこのレイエスのもう凄さが出てるから今のところ、ね、野村選手もね、去年こうやっぱね、4番任されたりしてすごい期待されてたもんね、はい、でこう、うまくいったりいかなかったりがこう続いてたんだけど、今年はね、やるんじゃない。ちょっとそこもじゃあ期待してみたいです。いい番外編だけど、野村選手いいですよ。いい番外編入れましょう。大丈夫、はい、あのね、僕エスコンフィールドでね、はい、お店出してるじゃないですか、はいはいはい、結構早く行くんですよね、準備で、はい、そうするとね、球場でずっとバッティング練習してる選手がいるんですよ、はい、それが野村選手。へえ、それをずっと見てたんですよ僕。もう一番乗りぐらいの感じですか。一番乗りで森本コーチかな、はい、と一緒にバッティングをね、はい、ずっとしてる姿見てたんですよ。そうだから彼がバッティングで苦しんでた、はい、
歩も知ってるし、そうやって練習に、ずっとね一人で早く出て取り組んでたことも知ってるんで、はい、それでねその今に今すごい状態いいんですよ、はいはい、今に繋がってきてるのかなっていうふうに思うので期待してるね。もう頑張ってほしい。もう、うん、いい話です。いい話でしょ、はい、たまにはいい話しておかないとそうだから本当に野村選手もね今年は活躍できると思うんで、はい、うん、努力が実るはずなのでね、はいはい、期待してます、はいはい、ということで番外編は野村選手でした。野村選手、はいはい、最初に言いましたけども、うん、皆さんが思うブレイクする選手もぜひコメント欄に書いてもらえたら嬉しいですね。そうだね、はい、今話したけども、はい、今度はみんなの予想するコメントも聞きたいので、はい、ぜひ楽しんで一緒に行きましょう、はい。僕はグンディ選手を推してます。あら、グンディ選手も推したいけども、はい、人数制限あったから。そうですね。え、ありがとうございました。ありがとうございます。それではいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。